会議を開きます。この際ご報告いたします。本会期中当委員会に付託されました請願は5種75件であります。各請願の取り扱いにつきましては理事会において検討いたしましたが、委員会での歳費の決定はいずれも保留することになりましたのでご了承願います。なお、お手元に配布いたしましたとおり、本会期中当委員会に参考送付されました陳情書は14件、また地方自治法第99条の規定に基づく意見書は244件であります。次に閉会中審査に関する件についてお分かりいたします。松原仁君ほか5名提出、特定人権侵害行為の対処に関する法律案及び国際情勢に関する件以上の両案件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査案件が付託になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず閉会中委員会において参考人の出席を求め意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員派遣機関及び派遣地等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。